っとね譲って変わんないですね。昔からその、うん、昔からこう次の作品のためにこうしておこうああしておこうっていうこの準備っていうんですかね、これがやっぱりしっかりしてますよね。俺でもその20代かもうね、昔からそのいつ来てもいいように準備がすごいなって思いますね。俺二十歳の時から前えいくつで辞めたんだ40かな、あの二十歳の時に25になった時に30までやれる俺かどうかで入れるために頑張ろうと思って、で25でそれを判断する時にいろんな節目の作品に出会ったんですよ。これが俺ついてんだと思う。25の時にあの日活の最後のロマンと日活が映画をやめる、うん、で A 面はラストキャバレー、うん、往年の日活10で全員出てる超大作の B 面に活字の日活を意識したブライの女っていうちょっとアクションあるやった時に監督にちょうどビーバップをやってきたから、いや俺なんかビーバップとかそういうのでいろいろなんかみんなに言われてるけど監督俺役者としてこの先やっていけるから、間をすごくあって間を勉強したいからセリフほとんどない役にしてもらっていいですかって言ったら面白いな、じゃあいいじゃん現場でこれいるいらない喋ってほしいこと言いますけどやってみようと、もう引きの映画のように移動車でセット組んでる沖縄セットワンシーンワンカット電話もらって切ってからドゥーこれ3分切ってから何かやってた武井さんの映画みたいな、雨漏りしてる、風呂場行って風呂場からオケ持ってきてチンチンって音を聞きながらこれから人を殺しに行くヒットマンの心情をやる、でそういうのを勉強してそれが完成、あ俺まだできっかなみたいな、監督ありがとうございますみたいな、いやいいと思うよお前頑張るって言って30まで頑張り、30ではこうな何かがあり35ではスコアがありで、あ30がスコアか、あワイルドビートか、まあ、スコアとかそこから広島への戦争とかこう節目節目に作品があってチャレンジできる、だから広島で俺が国民新聞出るときに翔さん、力とか、まあ、健太郎さん、博美さんがいたじゃん、その時に俺はこの VJ のこの今四天王とか帝王と言われてる人たちと同じ方向で食い込む気がないから、あの人たちはスターで、スターが出てればいいみたいなこともちょっと違うと髪型かな、何かなかったりするじゃん、俺は総合で集団で戦って結局主役って脇を盛り上げて脇がすんげえこうぐわー芝居行くの、こうやって力でねじ伏せてまだまだならが主役だと思ってるから、こう周りを潰して監督も気遣って主役だけ君臨させる節が VC年ちょっとあった。いやもうそれ最悪ですよね。多かった、多かったっす。でそれを変えようだって、打たれたってリーゼントのままなんだもん入院してたってリーゼントにしてるのは、そんなことあるかずっとリーゼントのままなんだぞ、きちっとかっこいいのが出したいんだ、まあ違うよね、だから広島なんかまさにさあれなんか今見たってさ今の時代も十分通じるぐらいさ出てる役者がみんなギラギラしてるじゃん、でみんななんか陣やひたたかに焼き直しだみたいに勝手に思って俺あの役だってやってもうガーッと盛り上がってる、俺と監督一切思ってないからね陣やひたたかになって、だからまあそういう中でどう盛り上げて掘り下げて薬剤画を作るかにずっとあったし、4作目でリッキーが出た新広島薬剤戦争もそうだけど、監督にあれは広島の3本の北口さんがやった山上浩二さんの話で役は変わってんだよ、もうさ監督さやっぱり女が泣ける薬剤画にしろよって、女性が出てくるといっつもなんか後がないんじゃ後がとかレイプされるだけとか、ホステスで女をバカにしてんじゃんみたいな、どうしても薬剤がでも昔の東映画なんかお前ケンさんにさ傘を持ってバンガサをさっさ、
ったんだけど、あのひごたんぱくとの藤子さんで丸木橋で、ね、浅草でたまたま見てたんだけど、映画館でいやー高くなーってまさ、うん、声出してるの女だぜ、うん、だから薬剤だって女性がかっこいい男に憧れるっていうさ、そんなかっこいいだけじゃなくてもいいけど、女を攻めて流すのよって言うんで、オリジナルであのヒロインの女の実際あの北口さんの時もいたけど、あれよりも膨らまして、俺は懲役に行かなきゃいけない、最後追い詰められて風呂部屋で死んでる、でも彼女は被爆して髪が抜けるお前もかみたいな、そういうのがこう抱き合うわけだから、それがドラマ、ドラマね、そういうふうな薬剤をしていかないと、やっぱりいつもの「おらこら」だから俺も昔から若いやつが「おらこら」って、お前なヤクザ見てくれて怒鳴ってるヤクザできると思ってるのかって、やっぱヤクザは人だからなって、人をちゃんとやんなきゃダメよ、これ役者の仕事そうじゃない、そうですね、で昔は動いてるなんか芝居できねえの、現場も衣装っていう格好だよ、うん、ワニ革のバッグ持ってきてるんですよ、いっぱいいたよな、ワニ革のバッグ、もうあいつら大丈夫、大丈夫ですかっていうやついっぱいいました、いっぱいいたよな、芝居してるって言ってか、俺めっちゃイライラしてる、いやイライラしましたよ、だって現場入ってくるのに兄貴っていきなり言われるんですよ、誰ですかって感じ、もうなりきってくるのはいいんですけど、もう先走りすぎちゃって、衣装も自分で決めてるし、いやいや衣装さんいるからもう暗黒時代だね俺に、ああまあそうですね、今はもうそういうのがなくなって、キャスティングも本当にあのまあ言葉合ってるのか分かんないけど、純潔でこうちゃんと役者で作ってる感じがあるじゃん、変な遊んでるやつはどんどんいなくなりましたしね、自然消滅するよね、自然消滅し、あの覚醒剤やったりとかさ、だからそういや本当にそういうやつが多くて、いつも思ってた、誰か捕まったっていうとふざけんじゃねえって思ってた、やっぱりそれは作品に対する思いがあるしね、まあまあこの V シネマっていう大きな国の中に、中にそういうのが一人でもいると、また俺たち悪いじゃねえかよと、何にもやってなくて、そういう変な遊びはしてなくて、映画にまっすぐ向かってるやつらはどうすんだよっていつも怒ってたんですね、だって9割真面目なやつがいる、うん、1割のために俺ら同等扱い、確かにな、でもそれ大嫌いだから、もうそれがどんどん金払わねえプロデューサーも消えていき怪しい役者も消えていき今が真っ当だよな、最後の怪しい、え、そうなんですか、いやいや、分かんないけど待てにしてくださいよそういう中は、なんか今、これ、今ここ数年か、うん、そうですね、うん、聞いてきましたね、みんなちゃんとしてますよね、うん、油断をしちゃいけないのは、うん、紛れ込まないように、ちょっと、うんうん、なんか、いつもじゃないけど、現場行ったら分かるじゃん、わかりますね、うん、あれ誰どこの誰が入れたあれ、うん、わかる、うん、あと役者でもちょっとチャラチャラしてて、こいつこれでこのあれで遊んでるやつだなってわかりません、見てて、いやそうそう、例えばもう統一人気になって統一に出てるレギュラーのやつが調子こいてると安風すぐ殺すから作品の中で、確かに確かに消していくからあいつそこじゃないんだよね、調子づく場所じゃね、もうちょっと後にもっといいのがあるから、見てないそう、お前経験してるからそう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 あそこで調子づいちゃうとダメなんですよ、ダメだよ、もっと先にあるからいいことだよダメだ、だって俺安風山にだってすげえ今でも厳しく言ってるんだから、そうですね、厳しく言われてますね、特にあの二人はもう本当に一番悪そうだけど一番真面目ですもんね、うん、でもね、ちゃんと最近ポイントで言わねえと、たまにあいつらにこう芝居のことでダメ出しすると、あ二人じゃない山と一緒にいたりすると山に言ってた、てめえ人がもう先輩が怒ってんだ、何てめえ携帯いじってんだよ、安風に LINE してます、ちょっと見せろ、説教な、と説教な、そうそう安風から頑張るよ、お前らいかんじゃろそれも彼らなりの生き方があるわけですよ小沢仁志の裁き方みたいなのが、裁き方ね、始まったぞ兄の説教が、最近分かってんの、あいつらのちょっとねツボがあってポイントがある時じゃないと響かねえんだな、確かに、あの役者に関してはだからあんまり言わないんですよ、ただ
あり方に関してはお前ら統一でさ安風も山子や主役だって思っててこうやって来たのは俺も本望だし最高に喜ばしいけどお前らがダメな理由が一個あって俺がお前らに白いパンお前ら受け取んねえとか受け取る気あるのかないのか知らないけどいまいち最近なんかお前らでいいのって思い始めてんだよなんでわかるわこんだけ人気あるのに安風単品の主役山単品の主役どれもシリーズなんねえんじゃんかてめえバカ野郎統一だから言ってんだろお前統一外れたらゼロってなんだお前それを厳しく言ってる誰もやろう確かにそこに販売会社の社長がいてちょっと今うんって顔してますけどもいやでも販売会社もクソもそのあいつらが統一で単品でまだこいつはすげえって言いかねえと統一が有名になってよかったねっていうために苦労して統一やってるわけじゃねえんだよあの最初俺だっていつまでも安い気がずっと引っ張られてるのはもうぼちぼちよな共和会三代目会長考古学者になるんだお前四代目を安風に譲ってもうちょっと真面目にやってもらえない考古学者は自分のことでしょいやちょっとらいいじゃねえかお前共和会会長家庭の中みたいになりやがったよ本当でロケで会長元気ですかってたまにあワンカットでいいから海外ロケ来てもらう俺もう見ようといつ見ようといつ今ギリシャなんだけどどうした小沢さん出てくると飛ばすのうちだけここはいらないみたいな、まあ、空気変わるから、ね、ここ変わるだろあの空気変わるのが最近のドイツさんは最初な俺がなんかあの今の南を口説きに行くとこの、はい、あの料亭の全部アドリブのもう僕の中ではもう日本統一で見なくていいところはまずアニーのところと山崎一門これだけの飛ばせば自分のとこしか見てねえあとはちょっと内容をちゃんと追っていかなきゃいけないなんかお酒が入ってるとか全部抜いてるんですよあれその料亭のとこ最初辻監督もおい大丈夫だこれ警官に怒られるだろっていうぐらいやるしずーっとやりすぎてんだけどそのうちみんながずーっと役立てたことでバーッ張り詰めてるときに俺が遊んでるのがほっこりする確かにそれはほっこりするだから、うん、あの今山崎一門よりかは安定してるから安定、うん、だからあの最近簡単に手になってあんま遊びなくなったけど遊びなくなったけど今度俺遊び行っていいですかたまにはこういうあらずらおかしくなるもう最近の立場か安風ってなんで立場か置くんだめんどくせえだろ全身そうやって言ってるからでしょ言うから安風タチのことをボロカス言うから安風がタチを絶対タチしかタチを送り込んでてわざとわざとですよ悪意ですよね悪意だよなだからそういう簡単に手がとかがほっこりするなんかこうバランス緩急感じいいよねでもねなんかね飽きたあそろそろいや簡単にずっとなんか俺共和会の会議室か簡単に手しかないそれ高いギャラ回ってんだからいいじゃないですかずっとギャラ上がってね安いけど安いギャラのすごい小声小声だし関西弁だし千葉さんから翔さんからみんな出てたみんないなくなったんだから全部もらえるじゃんと思うやろ、はい、どんどんゲスト他に増えていくからレギュラーもんって確かにそう増えないじゃん、な最近スペアフが入ってくるとあちょっと上がったなっていう気がするけどもな普通3本取りが5本になっててこれかと思ってね、だから上がったことはもう下手すると下げてくんないかって言われてるなるほどねでそれはおそらく俺の勘だよブルースは言わないけど1回はそれ OK じゃんあの安風山のギャラが上がってきてああなるほどなるほど、うん、でちょっと俺下げてんのもいいって1回言ってるただこれ限界よってあいつらがそうか、あいつらも俺たちいい時代に生きてましたねでも今のギャラ聞くとびっくりしますねびっくりする、ね、昔は違うのそんなこと言ったら翔さんとリスちゃんとんでもないでみんな家行ってみな家に卵投げてくれよ卵翔さんが三本取りやってる時にプロデューサーがギャラ交渉に行って消費税カットできた監督のギャラを確保したよって監督が俺は相川翔の消費税か
でも僕も小沢さんもちょうどそこの下がってくるギリギリのところにいるんですよ。だから僕ら結構いい思いしてるんですよ。まだな、まだ、いやこれが頂点なんですよ。俺この辺今本当に消費税ぐらいそれを負けろって言われるんだよ。いやだから俺一回統一一回曲がるともうあいつらのキャラが上がるっていう。いや、いいさ、あいつら二人が頑張ってる。いや頑張ってるからいいんだけど、なんで真っ先に俺に言うんですよそこを下げないとってことでしょう。だからいやまあトータルで見たら、まあ確かにね、そうかもしれないけど俺に言わせる。いい時代だったんですよ。すっごい安いよねいい時代だったんだよ。もうこれ以上下げないから、まあ、まあまた復活させましょうよ。もっといい時代を。でも統一のキャラ俺が上がることないよ。いやだから違う、レギュラーだから。だからそれはそれで置いといて、またほら次のアクションだって。だあれはだからどうやって金を集めてどういう感じで作戦年間にギャラって、そのアクションやなんですけど、僕は警察官に出してもらっていいですか。警察官、あの警察のあれだからアクションしかないけどいいの。だから普通の機動隊の警察、そんなずっとアクションしてる人ばっかりいるわけないでしょ。事務デスクでこうやってる人もいるし、いやでもお前交通課もいるし、お前交通課ああいうダーッて戦いの中にお前コンフリクトの時文句言ってたんや監督に俺アクションなんか出ねえんだこの野郎それ私も言いましたなあ何切れてんだ、てめえ台本に書いたんじゃねえかお前。そんなヤクザだね、片腕で、そんなねヤクザ見たことないんですよ。片腕でアクション否定派だからあんなそんなどこの組だって見たことないですよ、そんなやつを。いや片腕がなしかも片腕だったらそんなクソだって感じなんてやるやつ見たことないだろで俺頼むだろ、ルパン三世じゃあるまいし、そんな映画なんだからいいんだ。俺とカズがやってるのよくはないよ。俺とカズが戦ってるの俺だからあんな二人できねえんだバカ忍者やられねえんだ俺はバカ野郎って言ってました。忍者やられねえ、そんなできるかこの野郎って。だから警察官の端っこに、いやだから全部戦うから、やられて戦ったらテーブルを手にこうやって逃げるから。そんなコメディじゃん。いやいや中には一人ぐらいいたって言うじゃん。必ずそういうところに巻き込まれる。パトロール行ったら戦いが始まって巻き込まれる。おまわりさん、それでお願いしますよね。どうせそれ言っとかないと出してくれないだろう。いや違うよ、今それ誰を出すとかよりも今渡辺振り込みしてるんですよ。私は本を書いてから、何が書いてるんですか。俺が今書いてだからその書けよ、書けよ、これ机持っていなくなるまたなんかそのその大ボトンのところで今すーげえ頭の中で試行錯誤して分かった、武器商人やりますじゃん。出てこないいや分かんねえそれは今大枠の流れの外の方でお願いします。事件があってどうやってこれを突き詰めていって裏切られて驚いた、実はこれみたいな、そのええのええぐらいのところに寄ってくる。ええってお前いい役のいや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 いい役はどれにもかかんねえとこだったらあるかも。いい役は誰かやってもらって誰もかかんねえところなんて。しかも監督俺じゃねえから。誰だよその村アクション監督、今はもう若手でナンバーワンですよ。なんでそういう人ですか。あいつがアクション監督できるわ。谷垣、下村、園村。谷垣ってほら、あの今ルローニケンスとか、あれが日本でアクション監督やったの小沢組で流行教団が始まる。その後闇武者って品川博もいますよ。あれうまいですよ。いやあのいやうまいんじゃなくて、谷垣ブレーのもの流れてて、あなんかいろいろあるんですよ。アクションを新しいのすげえ作ってる。いやいや品川もんはリアルなこういるじゃん。今あいつらはとにかく早い。すいませんでした楽しみよとにかく早い、ね、お前なんかちょっとババッタキしてる間に3発ぐらい食らっちゃう。あもうそういうのも一切もう NG なんで関わりたくもないっていうぐらいで。どうだろう、はい、だから端っこで早いな。端っこで出演交渉中端っこのそれ毎回必ず始まるときにおまわりさんが通る。それだけレベレのおじさんじゃないんだから。5万円でお願いします。まあ一応ね役は分かんないけど5万円だけ聞いといて違う5万円だけ聞いて通ったところから始まるっていう。いや5万円だけ聞いて、安心監督にここはちょっと自転車乗ってる相手のやつ5万円でいらっしゃいからそうか名前はいいところに出すけど5万円
使うよ。名前は使っちゃダメですよ。使わない、使わない、名前は使わないで。名前を使うなって言ったら思い出したよ、お前。何なんですか。喧嘩の極意ではお前呼んでもいねえのに勝手に三浦でロケやってる時、体育館で移動してるバーってやった時、お前いつまに衣装着て学生服着てこいつ嫌だって。いいじゃないですか。混じってたんですか。混じってる。学生服着てた。俺モニター見てて。着たかったんだよ学生服。モニター見てて、カット一応移動で何もないから OK ってバッと持っててひでる。なんでいいんだよお前は。 OK は出たんですね。やっぱそれはいいんだよ。その後こいつ後ろで余計な芝居ばっかりするからうちセリフでいけそうなくせに、てめえひでこれ以上いたらお前こうずっと今日つながるよって言ったらいつの間にか消えたし。NG 集と出番のが多いよ。なるほど、いいじゃないですか。俺の俺にバトン200くらいでるとこいっぱい出てたよ。めっちゃ面白いじゃないですか、それ。あれはね、面白かったけど、お前俺全然気づかないし、モニター見て移動して出してくんないから、自分で三浦まで、三浦のロケ地まで行ってるのにやったんだよ。学生服着ている。すごいなぁ。あれあれもびっくりした。カット OK2 個でかしてる。バーン。しますよ。ちょっと出んのがいいわけ、ちょっとがね。お前そのちょっとの時に変なアピールすっから、はい、それはどうでいいの。 OK だ、あれはいいね。喧嘩の極意はじゃあ存在感 OK だって。喧嘩の極意 OK だけど今回のやつはちょっと違う。ありがとうございます。まあね、今後の展望も聞きましたし、何か言っときたいことありますか、若手の役者に。メッセージ、メッセージをカメラ目線で。カメラ目線で俺らがみんな向こうカメラの奥のまだ誰にもピックアップされてない頑張るやつ、ぜひ後ろから前からどうぞ。後ろから前からどうぞ。よろしくお願いします。どうぞ。その後ろいな。あ、そういうの。その後ろいどうもありがとうございました。また2週間後ぐらいに来てるから。頻度多くね。面白いんだもん、だって面白い。頻度多くてこれ無理して頑張ってる。水飲んで水ね。じゃあ水飲んで頑張って。自分で買ってきたし。店でやってないから。電話ですか？違う。安出丸。安出丸がいたらちょっと。テンション全然違いましたけど、真剣な話もね、聞けたので、よかったですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。普通のやつも作ってください。あの、アクションじゃない。アクションじゃなくて。出れるやつってことですね。はい、あ、出れるやつ。はい。それはね、感動でお願いしたでしょ。なんだ、バカ野郎。いや俺がだって最近なんだそのことしか頭にねえから。なんだ考えろ。そっちも本当に2つ。いやビールの人だから、缶ビールの人だから。でも1個あの辻監督にこうやが欲しいってメーカー言ってるよ、ちょっと考えてって。セーガみたいな、うん、ぐっつり本格的やるぞ、うん、それは大丈夫。急に待ってました。困るねな。ちょっと、ちょっと、それは待って、それは待って。でも3本取りだったら生活できないから。3本生活できやったら電話するよ、毎晩。お前はお腹空いたって生活できないから。そうか、お願いしますよ。本当にどうもありがとうございました。